はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴ありがとうございます。6月に入って暑い日がすごく続いてます。農場もですね、もう暑くてですね、ちょっとしんどいですね。今日はですね、暑い夏におすすめな品種、日日草、別名、敏花のですね、植え付けの仕方、育て方、あとですね、農場のですね、まあ実際にね、私のところでも育ててますので、こんな感じで育っていってますよという農場の様子などもですね、紹介できたらと思いますので、ぜひですね、この夏にですね、敏花のですね、綺麗な花をぜひ咲かしてみてください。では早速今日もやっていきましょう。はい。ですね、まずですね、農場で敏花どんな感じで育っているのかっていうのをですね、紹介していきたいと思います。はい。こんな感じですね。はい。まだですね、これ小さいですね。1週間ぐらい前に、このちっちゃい段階で摘心をして、今、芽を増やしているところですね。だいたい6月の下旬ぐらいにはですね、このポットの状態で出荷できるようになるかと思います。私のところで育っている品種は、敏花のコーラという品種になります。はい、これはですね、まだちっちゃい子供の様子です。では次はですね、これがどんな感じに大きくなっているか、出荷前のですね、敏花のポットの苗の様子を見てみたいと思います。はい、ちょっとですね、出荷もやっているのでちょっとないところもありますけれども、こんな感じでですね、さっきのピンチをしているので、こんな感じで株元からこれ4本ですね、こんな感じで出てきています。敏花ですね、もうピンクとか白とか中にね、ドットがあってすごい綺麗ですよね。あとでも言いますけども、敏花はすごく暑さには強いですですね。こんな感じでね、ちょっとちっちゃいのもありますけど、こんな感じですね。綺麗ですよね。ちっちゃな芽が黄色で、はい、こんな感じでいつも敏花などを育てています。もしね、農場のですね、様子など知りたいなと思われる方はですね、ぜひコメント欄にそういった希望を書いてもらえたらですね、今後の動画で撮っていきたいと思いますので、ぜひコメント欄によろしくお願いします。では早速植え付けなどをやっていきましょう。はい、はい、ではですね、早速敏花日日草の植え付け育て方をやっていきたいと思います。今回ですね、大きく2つですね、やってみたいと思います。1つはですね、普通に植え付けるやり方ですね。で、インターネットとか YouTube を見るとですね、敏花の敏花ですね、植えるときに、このポットの苗をですね、植えるときに、このですね、根鉢、この根をですね、ほぐさずに植えた方がいいですよっていうような、結構ね、動画や投稿が多いんですね。僕は実際、なんかどっちでもいいような気もするんですけども、若干ですね、この辺をほぐした方がね、価値が良くなるのかなと、全体をね、バラバラとほぐすのもあれかと思うので、ちょろっとほぐすぐらいの方がですね、いいのかなと思ったりもするので、どっちがいいのかわからないんですけども、実際にですね、全くほぐさずに植える方とですね、ほぐして植える方ですね、分けて植え付けをしていきたいと思います。あとですね、もう一個ピンチをですね、してしたらどうなるかっていうのもですね、見ていきたいと思いますので、早速やっていきましょう。でちょっと株をですね、選んでいきたいと思います。はい。ではですね、3株ずつ植え付けをしていきたいと思います。敏花なんですけども、暑さにはめちゃめちゃ強いです。ただですね、蒸れとか湿気には弱いので、これからですね、梅雨の時期、ね、管理ですね。もう鉢とかで管理される場合はですね、雨が続く時は軒下とかですね、置いていただいた方がいいのかなと思います。今回育てるのも、
こういったハウスの中ではなくて、外に置いてですね、鉢の状態で育ててみたいと思いますので、どなたかですね、見ていただきたいと思います。夏ですね、綺麗に咲くとですね、お庭はすごく綺麗になると思いますんで、ぜひ皆さんもですね、ビンカ、ミキニシと挑戦してみてください。では早速ですね、植え付けをやっていきたいと思います。で、植え付けるときなんですけども、今回ですね、ちょっと実験をしてみようということなので、まずはこちら2つですね、同じ種類を選びました。一つがですね、根を崩すタブーとされているやり方と、根を崩さずにですね、そのまま根鉢のまま植えるやり方ですね。どう差が出てくるか、一個ずつしかやらないので、ちゃんとですね、差が出てくるかわからないですけども、まあ逆に差が出てこないということは、まあどっちでもいいのかなっていうようなところもですね、見ていけたらと思います。で、最後ですね、この色を違うやつをやって、これをピンチをしてですね、ピンチをしたやつとピンチをしなかったやつがどうなるかですね、一緒に見れたらと思いますので、やっていきたいと思います。はい、今回はですね、この鉢を使おうと思います。穴はですね、そこにはなくて、ここに2つしかないんですけども、こういった厚底のですね、下敷きがありますんで、十分ですね、ここの穴からですね、水が抜けると思いますので、そういった蒸れたりとかするのも、根腐れとかですね、のもできるのかなと思いますので、これを使っていきたいと思います。で、まずは土を入れていきたいと思います。土の入れ方はですね、前プランターとか鉢の土の入れ方っていう動画を撮ってますので、詳しくはそちらを見ていただけたらと思います。はい、入れていきます。トントントンとして土をなじませてください。では早速ですね、こっち、根鉢を崩さないように植えていきたいと思います。で、いいですね、この味、いい根が張ってます。このですね、下の方の黄色い、もし葉っぱが、下葉がですね、黄色かったりすると、そういう葉っぱをちょっとですね、取ってあげたらいいかと思います。はい。で、実際にちょっと、どんな感じになるか、ちょっとね、置いて、植える前に置いてみてから、やってみましょうかね。こんな感じですね。いいかなと思いますんで、土をですね、この間に入れていきたいと思います。で、株元がどうしても蒸れちゃうと、病気になりがちになりますので、ちょっとですね、土を入れるときに、このポットの土より少ないぐらいにですね、この鉢の土を入れてあげるといいかなと思います。ですね、この土の中にですね、肥料の成分がありますので、肥料をやるのはですね、またちょっと根が動いて、根付いたからですね、根付いてから肥料をやろうと思います。はい、こんな感じですね。ちょっと、わかりますかね。鉢の土よりも、ちょっと、株元が高くなるようにちょっとですね、やってあげてください。で、この十分ですね、ここにウォータースペースがあるので、水も溜まるスペースしっかりあればですね、水やりも楽になると思います。はい。こっちが根をほぐせなかった方ですね。はい。じゃあ次のやつは根をほぐしていきましょう。で、この味で、いい根が張ってます。これですね、ちょっとこうやって、ちょっと下の方だけですね、ちょろっとこうやって、ほぐしてやりましょう。これでどうなるかですね。ちょっと楽しみですね。実験が。なんですね。この根鉢をこうほぐしてあげます。なんですね。ほぐせました。根をですね、ほぐす以外は、さっきのほぐさなかった方と同じようなんですね。植え方をしていきたいと思います。で、これもね、こんな感じでブチブチっと
ほぐしていきます。こんな感じですね。土をちょっと、ポットの土よりも少し鉢の土を少なめにしてですね、株元を把握してあげて、蒸れ防止にしてあげるのが大事です。あとですね、ウォータースペースを作ってあげましょう。これトントンってなじませて完成ですね。はい、こんな感じで、ね、株元をちょっと高めにしてます。ね、このウォータースペースがですね、ちゃんとあるようにしています。はい。じゃ最後ですね、これですね、ピンチをして植えてみたいと思います。ピンチ摘心っていうのはですね、芽を増やす、芽の数を増やすために行います。ですね。植物はですね、この葉っぱの間からこんな形でどんどん新しい芽が出てきます。出てきてますね。なのでですね、ピンチをすることでですね、芽の数を増やしてですね、花の数を増やしてあげることはできます。まあ、ビンカの場合は、まあ、日本でもいいけど、なんか、この上のやつがも、この上のですね、まあ、どこでもね、ピンチする位置はどこでもいいんですけど、自分がいいなと思うところでピンチしてあげてください。ピンチする、ピンチ摘心の目的は、芽の数を増やすっていうのが目的でやりますんでね。あとはですね、まあ、ピンチすることで根の数も増えるんですけども、まあ、外で見える分は、芽の数を増やして、花の数を増やしましょうと。で、茎自体をですね、太くするというようなこともありますけども、そんな感じでピンチをしていきます。でね、こんな感じで、1、2、3ですね。3つ残して、こうピンチをしていきたいと思います。ちょっとね、もったいないですけど、どうなるかですね。こんな感じで伸びたやつピンチしてます。ね、ちっちゃいのはこうちゃんと茎をですね、こうやってピンチをしてあげます。よいしょ。浮いてからピンチするよりもですね、この株のポットの状態でピンチをしてあげてください。その方がですね、こんな感じで角度をですね、変えながら、簡単にね、ピンチできますので、鉢に浮いてからだとなかなかですね、自由にですね、見る位置を変えたりできないので、こんな感じで、ポットの状態でピンチしてあげると、ピンチがしやすいと思います。はい、では植え付けしていきたいと思います。これはですね、ほぐさずに植えていきたいと思います。はい。トントントンと、はい。はい、こんな感じでピンチした株の完成になります。はい、これでミンカの植え付けはおしまいになります。こちらがですね、根鉢を崩した方。こちらをそのまま植えたポットの根鉢を崩さずに植えた方ですね。どうなるか実験していきたいと思います。じゃあ最後に、ですね、水をかける時のポイントなんですけども、まあ日中だったらですね、上からジャバジャバかけてもですね、夕方には葉っぱのですね、水が乾くと思うんですけども、今ちょっと4時とか夕方なので、株元にですね、しっかりやっていきたいと思います。最初ですね、やっぱし活着、ポットの土と鉢のですね、新しく入れた土がですね、が馴染んでですね、根が活着するのが一番大事なので、ここでですね、中途半端に水が切れてしまうと、根の活着が悪くてですね、その後の生育に影響してきますので、しっかりですね、最初1回はたっぷり重たくなるまで水をやってあげるのがいいのかなと思います。下からですね、ね、たっぷり水が出てますね。水が出ててもですね、この鉢が自体が重たくなかったら、まだまだ水をやりましょう。土によってはですね、水がすごい抜きやすいような土もあります。十分にですね、土の中に水分が入らない状態で、こうやって水がたくさん抜けてしまって、あ、たっぷりも水があるんだなと勘違いしてしまうケースもあるかと思いますので、鉢をですね、ちゃんと持ってみて、あ、こうしっかり重たいなと思うのを確認してですね、さ、水やりを終えてもらったらいいかと思います。はい、今日はですね、ビンカ日草の植え付けの仕方ということですね、動画を紹介しました。これからですね、夏に非常に綺麗に咲く花、日草ですので、ぜひですね、これを見ていただいて、まだ挑戦して、したことないような方でしたりとか、今回の動画を見ていただいてですね、いいねと思われた方はぜひ高評価お願いします。またですね、実験もしてますので、この続きが気になるという方はですね、ぜひチャンネル登録も合わせて来てもらえたら、めちゃめちゃ嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。
これで今回の動画はおしまいにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。